したんだよ。ヒゲなんか生やして肌の色も真っ黒だし、ヒッピーみたいじゃんか。随分と遠くまで行ってきたらしいじゃん。何か掴んだかよ、とりあえずあのモーセ。みんなお前のこと何気に心配してたんだ。みんなっつうとそう、いつものメンツのことなんだけど、今日はちょっと忙しくて来れないみたいなんだ。だからそうだな、二人だけで話そう。それにしてもみんないつの間にかいなくなるよな。だから別にそれがどうってわけでもないんだけど、最後に挨拶くらいしてってほしいっていうか。まあ別にそんなことどうでもいいんだけどさ、そういえば昔さ、いつだったっけ覚えてる？流星群が来るからって校庭に集まって、寝そべって夜空を眺めてたんだけど、時間だけが流れて星なんか流れないの。あー今俺もしかしてうまいこと言ったかな。寒かったなあれ、もう二度とやりたくないけど、次の流星群っていつ来るんだろうね。まあ別にそんなことどうでもいいんだけどさ、そうやって俺たちはいつまでも待ってた。気はしないと分かってながらいつまでも待ってた。俺たちの知る限り時間ってやつは止まったり戻ったりはしない。ただ前に進むだけだ。だから今日は戻らない日々を思い出して笑おう。今日だけ、今日だけは思い出して笑おう。こういうのってあんまりかっこよくはないけど、初めから俺たちはかっこよくなんてないしな。俺たちっていつかさ、結婚とかすんのかな。子供とかできてさ、庭付き一戸建てとかをローン組んで買ったらできた気になるかなって、この話前にも聞いた気がするわ。すまんね。とりあえず今んとこは彼女とかもいないし、全くお金もないから可能性はゼロだね。そういえばお前んとこの彼女どうしてんの？たまに俺に貸してよって、これも前に言ったか。冗談はいいとして、同窓会どうする？行かないよな。行ったって話すこともないしな。大体どんな顔して行きゃいいって言うんだよ。自慢できることなんて一つだってないのに、あの頃って何にでもなれる気がしてたよな。いや実際頑張れば何にでもなれたか。でもこうやっていろんなことが終わってくんだもんなって。いや始まってすらいないか。そうやって俺たちはいつまでも待ってた。来たるべき何かが来ると信じ待ってた。グラスの中の氷はとっくに溶けてなくなって、俺たち以外にもう人は誰もいなくなってた。だから今日はありもしたい未来について語ろう。今日だけ、今日だけは思い描いて語ろう。こういうのってあんまり。傘を忘れて駅前で立ちすくむ。次々と傘を持つ人たちに追い抜かれていく。家路を急ぐ理由があるわけがなかった。ガラス越しに映る自分の顔を見ている。今日は何か一つでも成し遂げただろうか。一歩でも前に進んだんだろうか。自分にしかできないことなんてないけど、自分にできることは精一杯やったんだろうか。今の自分は一体どの辺にいるのか。こういう時に携帯やネットは少しも役に立たない。自分の居場所を誰かに聞くことはできない。日々の螺旋階段の途中で振り返ると、そこには一昔前の自分がいる。あの頃の俺はとても必死そうに見える。数年後の俺は今の俺をどんな風に見るだろう。そんな風に毎日一つずつでいいから、ブロックを積み上げ駆け上って、いつかはあの月まで行くってのは無理だとしても、そっから見える景色はきっと悪くないだろう。それにしても時間が過ぎるのは早いから、遥か遠くに見えるオアシス型の絵、蜃気楼だとしてももう迷う暇はないよな。待てろ未来、すぐに行く。あの日投げた小石の波紋はいつの間にかゆっくりと広がり対岸へ届いた。驚いたことに揺れる水面に映るのは他でもない未来の自分だった。さざ波に乗って上流から下流へ、手作りの笹舟は時に迷いながらもゆっくりと確実に進むことをやめない。もうすぐ海が見えるはずだ。旅の途中で疲れ切って座り込む。しばらくすると見知らぬ人がやってきて、どっから来たのかと屈託なく尋ねる。警戒はしたが何の心配もなかった。たわいない会話とくだらないジョークで、いつの間にかバックパックは思い出でいっぱいだ。人と人がつながるのはいつだって一瞬。サンキュー、これでまた歩き出せる。色褪せる記憶に焦ることはもうない。大事なことは全部書き留めてあるから、誰が何を言おうと戸惑うことはもうない。この先に必ず待ってくれる人がいるから、もう無理だと思う瞬間にこそヒントがあり、必ず次に進むべき一歩があった。そんなことを俺は最近になって知った。今思えば何の心配もなかった。